ウィキリークスが、アメリカの機密棟、25万点の一部を公開の巻。ウィキリークスが、アメリカの機密棟、25万点の一部を公開しました。犯人の、22歳の情報分析官、マイニングは、逮捕されました。クリントン国務長官は、情報を公開している、ウィキリークスを、批判しています。日本語も、他人事じゃないわね。今回は、電子様に、ご意見を賜りましょう。電子様、ご降臨。情報の管理には、留意してほしいですが、何事も、信頼が、第一ですよ。どうかしら、面白かったかしら。それじゃあまたね、バイバイ。